あ、ごめん。ごめん、入ってなかった。ごめん、ごめん。切れてた。あんま明るい子じゃないね。失礼しました。読んでって、お読めばいいの？ルジナさん、ルナジュナさんいらっしゃい。ルナジュナさんいらっしゃい。アンナちゃんの目ちょっと青いね。青いね。あ、血がつながっていない。青だね。バンチャー、どんバンチャオフショル。クセッケだね。ああ、ちょっとうねるね、確かに。あ、コーンいらっしゃい。一人で行くの？一人で新幹線乗れます？キョンピできない。乗ったことない。思い出の周り。さあ、3年ぶりの、テレビ配信になって。すごいね、しっとりとしたね、いい作品だよ。初見ですって。あ、初見さんいらっしゃい。どうも。あ、初見さんなのか。ごゆっくりどうぞ。北海道か、舞台。東北とは聞いてたんだけどね。面白いから今後見た方がいいよって。おお。お、嬉しいね。あの放送から3年経ったの？そう。前回の配信が2012年の。いつだ？ 7 月14日。視聴率は 9%。 今日はカレーかなって。お、すげえ。買った荷物か分かっちゃうやつ。みんなに見てよねって。見たね。あれから3年経ったわけですよ。でも YouTube のログにはなかった。思い出の前に顔じゃ変えてましたね。ほう。サイロ。千と千尋と似てるね。あー、似てるかも。既視感あるね。
マーニの絵って豪邸だよね。今日初めて見る人いる？マーニーいるかもしんないからちょっとあれだ。まだマーニーというキャラは出てこないな。この家の内装が面白いんだよな。あかりと初見か。まだ3回目だからね、テレビでやるのね。そっか。制作がね、2014年なんですよ。まあジブリとしては新しい方。ヨガいいぞ、ヨガは。何気にいい声だなって。おじさん？初めて見た。あ、天秤さんいらっしゃい。なんか他人行儀だね。血のつながっていないおばさんの実家？あ、じゃあ、あかりさんがあれ、思い出のマーニーが初見って意味じゃないか？うんうんうん。パイカラさんいらっしゃいませ。お、パイカラさんもマーニー来た、あの、あれだ、見るんだ。お疲れ。今日も仕事お疲れ。初めて来た家で自分じゃ入手したやだ。まあまあまあ。人んちっていうのはまあ、人んちと書いて他人ちってことですよね。何初見？あ、パイカラさん初見なんだ。キョンピ、この服すごい好き。肩出しでインナーが肩ちら見えてるやつ。オフショル。どんな風か教えて。マーニーは、マーニーはどんな風だろう。どんな風かな。なんか田舎に来た。なんかね、喘息持ちの女の子が田舎町に来たって感じだな。なんか昔からなんかちょっと心の病気とかなんかね、なんかあの体弱い人は都会よりも田舎の方で療養するみたいな、そんなね、あの文化がありますよね。文化なんて言えばいいんでしょうかね。把握って難しい言葉知ってるね。へーって。見ねえ顔だな。電車乗った時にあざみの花が出ていましたが、花言葉が独立って意味があるんですよって。やだ、もうそういう知識大好き。はあ。モンサンミシェル初見です。今野さんいらっしゃいます。こんばんは。どうもいらっしゃい。ジブリは好きかい？ジブリで一番好きな作品は何だい？
マーニーはじんわりいい作品だよ。田舎の空気をする方がいい。うん、まあ騒がしくないとかそういう系なのかしらね。な、何療法って言うんだろうか。心身療法、まあ気分転換もあるんかもしんないけど。いらっしゃい。どうも。どうも。この作品は宮崎駿さんが監督ではない。なんか美術担当の人が書いてんだよね。宮崎駿さん現役の時の美術担当さんが監督やってて、センス光るところはちょこちょこあるよね。おしゃれ。あ、この前年に引退だっけ。あれ、これアリエッティの後じゃなかったっけ。アリエッティの時はまだ元気か。森の中生えたくしゃみ止まりますよ。え、そういうことあるの。へえ、面白いな。へえ、手漕ぎボート。手漕ぎボートについていじるとチュン太郎さんが反応するからあんま言えないけど、手漕ぎボートです。ん？なんたくにチュン太郎さんのって。あ、ごめん、消し合わせだ。ごめん、消しとく消しとく。寡黙な方なんだね。しめっち屋敷。ジブリの主人公と実行多いよね。千尋とかね、紅の豚とかね。誰かいる。
そんな強く引っ張んないでよ髪の毛。シム、一体あの金髪の子は誰なんだろう。何になんだろうか。まあ宣伝のね、今日の宣伝見てたらまああれが誰かなって察しはつきますけど、夢落ちかな。アンナが七夕祭りで着た浴衣の柄なんでしょう。 CM だ。全問正解しとこうぜ。データ放送できない、リモコンなくした。これにはロングヘアフェチのキュンピもお怒りですよって。おこおこですよ。お怒りです。髪の毛はもっと綺麗にブラッシングしてあげて。最近髪の毛が絶対絡まないブラシっていうのもあるらしいんで。あんな引っ張っちゃダメだよ。出てこいリモコーン。あ、リモコーンか。ないんだよ。あった。あった。データ放送出てあるんだろうか。あー、エラーだな。ダメだ、できない。あー、ダメだ、できないな。え、データ放送できるよね。できないな。どうやってやんだろう。あ、データ連動か。あ、できない。あ、できた、できた。あ、できた。岸野さんがすげえ見つけてくれたわ。よかったねって。うん。あ、よかった。青が朝顔、赤がトンボ、緑が花火。これいつまでやればいいの？え？もう2問目なの？え？え、何色だろう？何柄だろう？電池あった。え、なんだろう？タグに追悼番組とエンタもあるって。ごめん、消したわ。ちょっと焦ってました。ちょっと配信始まる前までね、寝てた。もうつい寝てしまって、気がついたらいつも配信撮る時間のほんとちょい前だったからびっくりした。いや、やばい。言うほどやばくないけど。じゃあ朝顔。裏番多いねって。ほう、キョンピの部屋綺麗じゃない、綺麗ではないよねって。綺麗だよ、掃除したもん。パンツも靴下もしてないよ。説明口調。年上をからかっちゃいけないぞ。ほぼ初見だけど、アンナとマーニーって名前指しましたよって。え？何を指したんだい？言ってみな。初見の人の推測コメントだったらいいぞ。何指したの？だんまりと一寡黙なんですよ。今の日本のご時世だと
年上をからかうと事件になるからな。我慢も大人は我慢してること多いね。最近なんか多いよね。なんか学生がバカにしたから手出したとかっていう事件とかあったよね。大人からかっちゃダメだよ。窮屈だなーって。角谷さん、一個上。マーニーのアナグラムが案内になるってことないですか？マーニーはこう。あん。ならないですね。アニーだね。ならないな。主人公の服好きだねって。主人公ちょっとおしゃれだよな。この放送のおしゃれ番長リコさんを説明して、アンナちゃんの服について。裏でなんか言ってる。チッて。なるほど、つまりあれか、リコさんは同一人物なんじゃないかって思ったんだな。まさかの。サロペットの滝が何とも言いませんねって。はあ、いいね。サロペット。あ、画像なかった。ほう、前に会社で働いてたおじさんの甥っ子がこの作者の安藤監督で、家にもらったセルがたくさんあるって親に。おう、へえ、そうなんだ。へえ、いいな。あ、セルが多いんだ。ジブリのセル画は貴重だぜ。カッチャグゾって何？カッチャグゾってどういう意味？あ、朝顔だ。やったね。朝顔柄だ。札幌？今札幌はコロナの影響でね、大変なんだよね。カッチャグって引っかくって意味ですよって。へえ、引っかくなんだ。
今年よさこいソーランは中止だってね。北海道といえばハロウィンっぽいねって、ハロウィンっぽいね、確かに七夕らしいよ。でもフロイ、あ、確かに、おう、カッチャグは引っかくです。青森県なんでって。へえ、すごい。イクミさんやる。人の願い事そうやって取っちゃダメだ。コロナって言葉だけで最近怖いよって、死亡するからね。アメリカだと、ん？ 4000 人ぐらい亡くなってるらしいぜ。いや、コロナはほんと怖いよ。気をつけてな。ぐいぐい来るけど悪い子じゃないのかな。あんなこと言われて、はいこれで終わりって言えるのっていい子だよな。買っちゃくぞ。キョンピなら買っちゃいでる。わこーさんいらっしゃい。い、大声できた。スーって。スーいらっしゃい。まあいい子だよな。悪、うん、悪い子じゃないと思う。まあまあ、まあ、ちょっとデリカシーはないよ。まあね。なんだろう。まあこれで学ぶでしょう。人のお願いとかを勝手にこうすって取っちゃったりはあんまり良くないですけど。グイグイ系苦手ですよ。うん、なるほど。でも、仲良くしたいっていう気持ちもね、わからなくはないので。そっか、グイグイ系嫌いか。相手も悪気があってしたわけじゃないから。悪気があるっていうのはなんかいじめてやろうとかそんな気でやってるわけじゃないからな。映画ネタで前に関ヶ原エキストラで足がやった時に、エキストラの人、へー、有村架純と岡田准一に会ったよって。へー、サインもらった。グイグイ系苦手だぜって。でも僕グイグイ飲むのは好きだよって。そっか、キャンピもグイグイよしこいは好きだ。お酒の話だね。距離感あるからあの子なりに近づこうとしてるのかなとは察する。うん、まあまあね、大人だよなとは思う。ちょっと地雷踏んじまったなっていうのはね、否めなかったけど。始まった。トップガンってなんだっけ？大統領御用達の飛行機だっけ？不器用かな。
どっちかっていうとアンナちゃんの方が不器用な感じは印象はあるな。辛いな。ボート見つけた。人間関係難しいね。お互い良かれと思ってやってることが、やってるのにこじれることもあるからね。人の心は見えないからね。だからこそ人はうまくやるために学ぶんですよ。手漕ぎボードです。空と海がそれ違う作品だぞそれモアナじゃねえのか。そんな遠くに冒険はしない。あ、電気ついた。危ない。危ない。あ、落ち着け。信頼とは、気づくには時間がかかるが、失うときは一瞬である。お、ここのセルが欲しい。
アンナから運を消したらアナだね。そういえば序盤にディズニーって書いてあったよ。マニかわいいね。友情の物語です。信頼なんてどうした？ガリーなんかあったのか？おしゃれな家だね。え？え？え？どうこじれた？いい子かな？いい子かと思ってたのに。わあ、持ったな。カッターをちらつかせてカッターの刃をペロ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 と舐め始めて。お前の血は何色だって言い始めたんですよ。それはもうカッターの刃をペロ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 と、それはもう親の敵のようにペロ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 と舐め始めたのさ。黒で飯をすればいいさ。我のカッターが貴様らの血を欲しておるわ。決闘か何か。悪いやつだな。カッターをちらつかしたの？いや、カッターの彼女もなかったよ、今まで。モンペやんけ。そして響き渡る二つの銃声。落ちる人間。自動車ってあれじゃない？どっかで聞いたことあるってそれ。で、デジャブかと思った。みつるぎ、話してくれよ！みつるぎ！銃声。私はこの剣を、なるほど、貴様にだけは、担当してほしくなかったのだ。むちゃろうや！わい見たで！アフロヘアの女性が出てくるぞ。カッターを使う人ってメンヘラとか悪女なイメージがありますよって。ちょっとそんな偏見ないだろ。偏見すぎるよ。髪をきれいに切ったり段ボール切ったりするのにカッター使いますよ。別にカッター使う人がそんなあのカッターの刃をペロ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 舐めることもないし。そうか、君はハサミ派なんだね。そうか、キュンピは使わないけどねえ、キコリンは使うぞ。でもキコリンはペロ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 しないぞ。カッターを使う仕事の人大困惑だぜ。風評被害だ。
肩をちらつかせるて。危ない危ない。この歯でアマゾンのテープを引き裂いてやるぜ。いや、やめて、かわいそうだよ。アマゾンのテープが切り裂かれちゃうよ。鉄分補給なのかな。もっと他に鉄分の補給の方法ありますよね。いや、わざわざ、やべえ、なんかフラフラしてきた。これ鉄分足りねえわ。そうだ、カッターを舐めようって。そんなことあるかな。君、なんでこれカッター持ってるんだね。これでなんかやると思ったのかね。そうなんです、鉄分が足りないんでペロペロしようと思ったんです。カッターで鉄分取れんのかな。カッター使うとサイコパスだなって、おシザーマンがよく言ったな。シャキーンシャキーン。鉄球かじるか。まあ、鉄分取るね、ためのものってありますけどね。鉄球か。でもね、チョークの方がいいんだよって。そうなんだ。切れ足のいいペロペロキャンディ。ペロ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 。ペロペロ。スイカー！スイカは安いか？え、うまゲー服毎回変わってる。あ、ボートがない。お涙真似するか。俺、ちなみ信じる。ちなみやってない。あ、俺、水くれ、水。お涙さん、逆転裁判4まだかな。スイカにたら志村家思い出すな。志村食いって言われてましたよね、あれ。クラスにナチュラルサイコパスってやってる人いたよって。ナチュラルサイコパス、養殖も言うのが。ほう、サイコパス診断で100点取っちゃった感じが。手取り足取りだ。両手とも同じ力で漕がなきゃいけないからね。アンナちゃん頬染めるもん。一体何になんだろう。マニーだった。うひー、バランスすごいな。結構おてんばだね。
漕げないってあんまりボート漕ぐタイミングってないですよね。おお、なんかポーションみたいな瓶だな。あ、喘息か。親戚か。めっちゃ可愛いって、あ、可愛いね。ぶどうジュース。ぶどうジュースで検索したらね、似たようなピッチャー出てきたよ。ほら、これオーソドックスな形なのかな。レッサンス。薬も もられた。あ、うん、のぶかちゃんのようなグイグイ系はダメだけど、マーニーのグイグイ系は OK なのか。マーニーもグイグイ系だよ。これ一回あれなの？岸まで戻ったのか？あ、あつ森でやった。キョンピはバラ食われるけどね。あれ何なんだろう。パーティー行かなあかんねん。そのネタは通じないよ。ちょっと待って。そう。ごめん、申し訳ない。今日日16だから、そのネタは通じないです。そのネタは通じないねん。ちょっとわかんない。ごめんな、申し訳ないわ。一切通じないですよ。ちりめんじゃこやん。ダウト。通じない、通じない。ワン、ツー、スリー、フォー、チュレメンジャコやん。おう、パーティー行かなあかんねん、もう。なんやねん。なんや、もうパーティー行かなあかんねん、もう。あっ。
閉めなくていいの？内側から開けられない鍵。外からかける鍵だ。D ボタン、あ、本当に？ありがとう。しなかったから分からんかった。あ、お母さん。緑、バーヤ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。この文化わかんない。もらっとけ。もらえるもんはもらっとくんや。なんやこの金持ちの集団。ダンスパーティーとかやってる連中ですよ。それは金持ちですよ。ダンスパーティーなんか参加したことない。キョピ知人の結婚式すら1回しか経験ないのに。あ、2020年4月1日から屋内は全て全面的に禁煙だったね。タバコを吸うところも減りつつあります。お友達になりたい。お金持ちとお友達になりたい。優雅なパーリーピーポー。パーリーピーポーですね。だって生演奏だよ。子供にお酒勧めんな。ガチでパーティー行きたいな。何パーティーがいいですか？よっぱ。仮面舞踏会ですかね。合わせてが分かんない。足取りステップを合わせればいいのか。嫉妬か。リンドウなら悲しむあなたを愛している。あん、マスカレード。マスカレードって何？仮面舞踏会のこと。お、
何してんのよ。行きますないよ。風呂か。じゃあ、さい。BGM 違った。カタスだよって。じゃんじゃんじゃーん。じゃん。いや、キュンピッチいるからわかんないわ。あー、半熟の卵、シュキー。シュキー。そのことズックって言ってる。もうやめな、そういうの。ホラーだわ。おっと、いつの間にって、お、うまいこと言うね。やるじゃん。あった、靴。やるな。埃が積もってる。ダンスパーティーは？ダンパは？最近バサキっていう言葉を知りました。わかりますか、バサキって。トマト好き。砂糖つけて食うのが好き。バイト先のことをバサキっていうらしいぜ。最近したよ、バイト先。お、すげえ、知ってたのね。うまそう。砂糖トマト美味しいよね。あれ、どういう関係だ。ねえ、トマト1個もうまそうよね。かぶりつきたいって。うん、おい、パンパンだぜ。なんて健康そうなトマト。お刺し、お馬さんのお刺身かと思った。それ馬刺しですね。それ馬刺しですよ。違う、馬刺き。なんだ、テクニックしてるじゃねえか。思春期って難しいね。風鈴っていいですよね。いいね。どうやって来たんだろう。馬刺しって何って。何か、何って言われても、うん、分かんない。馬だよ、馬。馬の刺身。馬の肉も食べれるんだよ。
キョンピは食ったことねえな。はい、これ馬刺し生で食っていいのかな。醤油つけて食うのかな。英語で暗殺者のこと？そうそうそう、英語でね、そう、暗殺者のことで、忍者も刺してらしいよ、ジャパニーズ。アサシンだね。それはアサシンだ。違うよ、バサキだよ。ああ。めいちゃん。ん？名前知ってる。写真集欲しい。はい。一体なんだろう。棚の隙間から見つけたものなんだろう。みんなわかるかな？スマーニー。たまーにー、あ、そういうことか。たまーにーには、たまーにーには焦ってもいいだろうね。友達忘れるなんてひどい。なんだ罪は？なんだ罪はってか。そうです。そうです。私が、誰だろうな。丸メガネかわいいな。これ取ってきます。ただいまーに。
CM 中は口数減りますね。あのね、 CM について語るとね、あのね、地域バレちゃうんだって。そうなんよ、今この CM テレビでやってるよねってこと言うと、あ、君この辺に住んでるねってなるらしいので、あんま言えないのよ。 CM について語った時はあるんですけどね。チャンネル登録、 ありがとうございます。感謝しかねえ、ありがとうございます。素晴らしい、なんて優しい人なんだ。ありがとうな、よろしくな。申し訳ないんですけど、あのついでにあのいいねボタンも押していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。ココツ、あざます。お、ありがとうな、チュン太郎さん。ありがとうございまーに。アサーシお疲れ様です。シュケンスこんばんは、ジジさん。シュケンさんこんばんは、いらっしゃい。先週は魔女の宅急便だったね。ジジさんいらっしゃい。ごゆっくりどうぞ。恵比寿引っ越しセンター、この子かわいい。あ、バーヤを閉じ込めた部屋。ああ、まんまだ。ピエロ。これ遅延ないの？どうだろう。一冊一話。こんばんはです。アリンコさんいらっしゃいませ。お、いらっしゃい。チャンネル登録したらいつでもね、この声聞きますよ。いらっしゃい、どうも。アリンコさん、アリンコさんいらっしゃい。棚の隙間からあったのは日記でした。マーニー登録しますねって、ありがとうございます。クイーンメリーって何？って、お、調べようか。紅茶？おい、ダージリンベースの紅茶。現在は廃盤となっています。今じゃ飲めないらしい。オン。
マーニーはそれが好きだった。でもマーニーは実在したってことですよね。空想のキャラなのか実在したのか。さやか、田代まさし、それマーシーだ。我々はアンナちゃんの空想を見せられていたんだ。急に来た。内容ちょっとついていけない。キョンピもね、キョンピも実はね、これ何回か見てるんだけどね、分かってないんですよ。そう、ちょっとね、何回というか場面飛んでるのかな、ちょっと分かんないんだよね。空想なの、意もしない人物ってこと？統合失調障害っていうコメント来てるな。そうそうそう、3年前も理解できなかったよね。そう、なんかよくわかんなくて。テレビ版カット、カットなのかな。DVD やか見てみ、ちょっと分かったら教えてほしいな。ねえ、ちょっと難しいよね。ねえ。まあまあまあ、一回最後に見るしって。でも言って、パイカルさん見たことないんだろ？キノコ、キノコは怖えぞ。食えるキノコ、食えないキノコ。これ今日ノーカットだよって。あ、そうなんだ。あ、CM。コナン、コナン好きかい？誰が好きだい？やっぱ愛ちゃんだよな。スパイが入り込みまくっている黒の組織。イマジナリーフレンド。まあ、聞いたことはあるけどね、イマジナリーフレンドという単語は。イマジナリーコンパニオンとか。怪盗キッド出たな。キッド今日出たな。キッドだったらなんだっけ、まあ世紀末か、あの辺りとかね。津川館長かな。君はマニアックすぎるんだよ。バロー、実はあの心のおっちゃんもよくバロー言ってるからね。
別にコナンの口癖ってわけではない。コナンも公開延期したって。あ、そうなんだ。似てるって、ありがとうございます。ありがとう、よく言われる。似てるかね。イマジナリーフレンドね。純国のナイトメアの方持ってますよって。いいな。面白い？映画の本とかもいいよな。映画見るのもいいけど、本で想像力ね、豊かにするのもいいよな。今日は3日ですね。あ、いいね、あ、ありがとうございます。お、みんな優しいな。いいね、ありがとうございます。マニー、あん、鬼滅の刃、善逸くんが好き。人と違うっつうのがね、秘密にされてるのが辛いんだ。だから閉じちゃったんかな。
双子。見てる、いらっしゃい。カナオか、カナオもいいよね。ねえや、ねえやってメイドさん？痛い。あ、5問目、サンキュー。ひどい。トラウマ。サイロか。サイロは多分英語ですよ。カードちゃんと濡れてる。サイロは牧場とかでよくある。そうそう、ご飯入れるやつだね。中の画像ないかな。牧場物語っていうゲームがあって、それでよく触ってたな。藁とか入ってんのよ。きまし。違うところが不遇で、違うところが恵まれて羨ましい。お互いが違う待遇だからこその絆。はあ、
才の目ですよねって。え、才の目、サイコロサイコロ、CM 多いなってしょうがない。あったかくなるやつ、そうそう、冬場とかに重宝して受験生とかもよくね貼ったりするよね。カイロだそれはカイロだね。サイロです。違う違う、帰る道のこと。もうひさがれねえ。でも帰る道はね、悪い政治家がね、お金もらったりするやつ、そうそう。ねえ、もう献金と称して、それはいわゆるね、賄賂だね。それは賄賂だ。違うよ、賄賂です。政治家関係ない。むしろあれだ、牧場関係です。賄賂じゃない。次はこの道に進んで、ここはこう進んで。で、ハズレ引いちゃったりしてね、スタートからゴールまでをね、いっぱい迷いながら行くやつだね。迷路だね。それは迷路だ。違うよ、サイロの話してんだよ。リコさん誰って、ファッションリーダーだよ。可愛い娘さんのいるファッションリーダーだ。関西の誇る最終兵器やぞ。シューマイてか蒸すやつ。あー、なるほどなるほど、あの中華料理に使うやつ、蒸し器だね。なるほどね。あれで作ったまんじゅう美味しいよね。せいろだね。それはせいろだ。違うよ、サイロだよ。お花に水あげよう。じゃーって育つといいね。綺麗なお花咲くかな。じょうろだね。それはじょうろだ。違うよ、サイロの話してんだ今。スプラトゥーンとかでコントローラーの角度によって動くセンサーね、持って動くとね、角度変わったやつ。それジャイロだね。違うよ、サイロの話。あー、ネズミだ。もうよく水浸しになるな。今日でこの炉は最後だ。それ難しい。灰色だね。それ灰色じゃないか。あん？私の裏何言って、茶色だね。あのホラー映画か。あのホラー映画じゃ分かんないよ。バイオだね。それバイオハザードだ。和彦、これは怖いわ。馬や牛の冬期間の餌を備蓄するものですよって。それだ、サイロ。それサイロだね。それこそサイロだ。うわ、
嵐だ。 You are my soul soul、 いつもすぐそばにある。この場が暖かくなるようなギャグを言おう。布団が吹っ飛んだ。アルミ缶の上にアルミ缶。怖い描写は怖いよね。それがジブリ。和彦、その上着だ。同じセリフ言ってるね。草結び。置いてったというよりも存在が危機してる。女の子の体重は A4 用紙1枚分っていうし、ノーダメージだね。こんな風吹いたら吹き飛んじまうぞ。あ、可愛い傘してんな。紳士。あ、クイズ。あ、外しちゃった。見てればわかるっていうクイズ外した。つらい。データ連動すると画面ちっちゃくなっちゃうんだもん。喘息持ちで肺炎はいけねえ。あー、そっか、悪化しちゃうのか。思い出のマーニーだからマーニーの記憶ってことかね。
あの時難しい。あぶね。絵から見つけた。ESP 保持者。To Mani from Hisako。シム。マーニーは許されたかった。誰から？マーニーは実在していないから。アンナにってわけでは。ヒサコって誰？絵描いた人だね。年上の。幽霊。幽霊なのかな？幽霊。でも、あれよ。でも、アンナちゃんは空想って言ってたよ。親戚のおばさんにいるんですよって。ああ、じゃああれだよ。もしかしたら、マーニーの親戚かもしれないですね。思い出はね、物に宿るんです。この場合は家にってことかな。16歳の私にはこの話よくわかんないって。あ、そうだな。キョンピもわかんねえ。16だから。昔のことなのかな。肉体は滅べども魂は施設。家に湖にさ、あのサイロに。実際の過去ではマーニーとアンナは出会ってなかった。だから二人とも一緒にいるつもりでも、いつの間にか本来の物語に戻っている。アンナが過去にいるときに、マーニーは、気になる、ここで途切れてるな。ごっつええ感じとかわかんないわ。自爆霊。自爆霊なのかな。そんなになんか恐ろしいものではない感じだけど。89の僕にわからないよって。そうか、89でもわからないか。
トム・リドルの日記みたいな感じ？魔法？よくわかんないな。マーニーも一緒にいる記憶を持っているってこと。未来に生まれる？未来に生まれるアンナちゃんについての記憶をってこと？あ、そのページ破いてやったんだ。和彦のページ。浮気相手？綺麗じゃ。エミリちゃん、先に亡くなっちゃったのか。ナトリウム。風立ちぬを思い出すな。追体験。あら、エミリちゃんは勝ってやれよ。
あらまあ。悲しい運命だな。エミリーの子供が、アンナちゃん？代々我が子に対してしっかりと愛を育めなかった。奇妙な運命だね。お、秘密が増えた。お金のために人たちとやめろ。確かにそこが今ちょっと残ってるな。確かに。それ、やめろよ。今いいシーンだっただろ。そう、そこはどう解決するんだろう。もちろんジル。この家の娘さんってわけじゃないのか。人物相関図が知りたいの。受け入れた。
別におばちゃんの親族ってわけじゃないんだこの家では。遺産の相続ってどうなってんだろう。思い出。ピン同じだ。遺産は親族があれかな、むしり取ってしまったのかな。だっておばちゃんが国から自治体からお金もらうぐらいの感じでしょ。そうよね。たった一人の孫でエミリーも一人娘だったら遺産は全部来るはずだけどね。ちょっとツンケン、思い出ポロ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 も好き。有村架純、寺島進さんだったのか。心かいんだね。マーニーと会ってなくてあの話を聞いていなかったらアンナはマーニーエミと同じような親話したかもしれない。あの子かわいい。マーニーだ。もう見えない。系だよね、マーニーの絆って大事だなって思った。絆だね。終わった。お疲れ様。映画館泣きましたよって。切ないね。ノスタルジックだ。マーニーの葬儀に大人いっぱいいたし、持っていかれても驚かないな。そうよね。これは原作があるからね、思い出のマーニーは。そっちの方でも詳しくあるかな。マーニーのお屋敷で、でも今頃売買が成立してる。あれもさやかちゃんがほら親戚筋かもしんないわけでしょ、あの家に住むってことは。
どうなんだろう、あれは売りにされた家なのかな。売りに出したのがあれかな、あのアンナちゃんの親戚関係なのかな。まあその辺はちょっともう闇だけどね。まあそこまでの描写はない以上何とも言えないな。まあだってマーニー自体がお金持ちの両親のね娘だからありそうなもんだけどな。さやかのお兄ちゃんと結婚しそうだなーって原作の方よ。もう笑顔のマーニーで終わった。まあでもハッピーエンドだよねそこはね。はあ、マーニー見終わった後の最後にあの遺産相続話ってちょっとそこはちょっと、まあでもまあまあ気になるとこではありますけどね。そんなこと考えていたことなかったな。まあ気になるね。幼少期の話があったからこそマーニーの絵が描けた。聞いたお話の中でマーニーと出会った。だから思い出のマーニー、はあ、無意識で作ってたイマジナリーフレンドがマーニーだ。なるほどね。他にない視点で差をつけよう。どことどこと差をつけたいんだ。よし、それじゃあ、マーニー終わりましたんでね、ここまでにしましょうかね。ういっす。じゃあ、また次回お会いしましょう。来週コナンだけど見るよ、見るぜ。来週コナンも、この配信で、一緒に見ましょう。いいっすかね。純国のナイトメアだ。コナンどうしますの、遊びしますの。お、どうしようかな、どうしよっかな、考えとく。バイバイ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、よかったらね、いいねボタン、そしてチャンネル登録ボタン、押してください。お待ちしております。押したらね、来週もこの放送来れるから。純国のネット見たことないから、いろいろ教えてください。終わったね、おつ、お。じゃあ YouTube 一回閉めますよ。お疲れ様でした。